徳願寺山城は、静岡県静岡市駿河区マリコ、公式地にある徳願寺山に所在する日本の城跡。道場についての伝承や資料は、ほとんどなく、城主や年代などに不明な点が多い。標高352メートルの徳願寺山山頂から、東側斜面の徳願寺付近に位置する。道山山頂は、ふ平と呼ばれ、十二世紀頃には、 駿河七観音の一つで、特願寺の前身とされる、新言州の大久保寺があったと伝わる。山頂部は発掘調査されていないが、旧山岳寺院金山城のルワとされたらしく、堀切りや古行とみられる遺構が残る。また、東側斜面の麓には、向こう式寺屋座堀の内という地名があり、中世上官があったとする説がある。 東側斜面の標高約150メートル付近には大段と呼ばれる平坦地が、その南側の標高約130メートル付近にも平城と呼ばれる平坦地がそれぞれあり、現在は特岸寺の境内となっている。特岸寺付近から山頂方面の斜面にはずらしと呼ばれる縦堀状の遺構がある。この平城付近では、 農道整備事業に伴い1986年から1992年にかけて4時にわたる発掘調査が行われ、古墳時代後期の古墳群と共に、両線を断ち切る堀り切りや腰ルワ状の造成面など、中世の城郭と見られる遺構が発見されている。静岡市の発掘調査報告書では、 城についての資料的根拠が乏しいことから山頂部の城郭以降と東山腹の平城付近で発掘された城郭以降、さらに麓の城間伝承地すべてを徳願寺山城として交渉することを避けているが、出土した遺物などをもとに12世紀から13世紀には山頂部で捨て大久保寺が栄えていたが、14世紀の南北朝の動乱により寺が衰退して、 山城化が進み、徳願寺山城が成立し、15世紀には東側斜面の大段を一の車としつつ、1476年に大久保寺の千樹観音を大段に移して、徳願寺が解散し、江戸時代の1688年には二の車だった、平城に寺が移って、山城以降は消滅していった、とする変遷を復元している。 道場の築城者や婦人した勢力については、資料がなく全く不明であるが、静岡古城研究会の水野茂は、大規模な山城であることから、今川しかそれ以上の軍事力を動員できる勢力が、想起されるとして、1433年に、今川の利の家督継承に反対して起きた、国人一期鎮圧のために、室町幕府の命で派遣されたは、三河。 とうとう未死後のしばしの舞台である可能性を提示している。ありがとうございます。